どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、2019年7月より ANA ダイヤモンド使用しますということで、こちらをね、解説というかは、決意表明みたいなものですね。7月より本格的に YouTube 全力コミットしますって Twitter 等々でもね言っていますので、7月よりね完全に YouTube ブログ、全力コミットしてねやっていきます。で、第1弾としてダイヤモンド仕様、去年 SFC 仕様で今プラチナ会員なんですけども、今年はねダイヤモンド仕様ということで、もう1個上のね前回 5万プレミアムポイントだったものを10万プレミアムポイントね貯めるということでダイヤモンド仕様を行います。で、この動画はですね、プレミアムポイントについて、ダイヤモンド仕様ルートについて、あとね費用について、あと、第1弾のルールと PP 単価ということで、もう今現在ね、第1弾のルートはもう発見済みです。もう戻れません。ですので、そちらもね紹介していきたいと思います。で、プレミアムポイントについてです。こちらの動画を見ている方で、ダイヤモンド仕様とかね、修行系の動画を見ている方は、知ってると思いますけども、プレミアムポイント10万ポイントでダイヤモンド会員になれるということです。で、獲得ポイント10万ポイントのうち、5万プレミアムポイントは、ANA 便が必須ということで、この10万プレミアムポイントというものは、基本的にスターアライアンス系の、グループで貯めるんですけども、ANA 便以外の場合、5万ポイント以内は、他社会社でもいいですよというものです。それ以外の5万ポイント分は ANA 便を利用してくださいというものですね。ですので、6万ポイント他会社の、航空会社のプレミアムポイントで貯めた場合は、10万ポイント超えてもねダイヤモンド会員にはなれないというものですので、基本的には5万円分は他会社でも OK、 5万円分は ANA 便を利用するのが必須という感じになっております。で、去年ね利用した、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨーク、ニューヨークから東京乗り継ぎのクアラルンプールっていう便を、去年ねそちら2週で SFC 仕様ね、そちらも2週で簡単 SFC 仕様っていう動画を上げておりますけども、そちらを去年利用しました。今年もね、一応そちらも利用検討中なんですけども、まだ未定っていう感じですかね。ニューヨークはに行くっていうのが、メインというよりかは、ニューヨークの動画もねまた紹介していきたいので、ニューヨークに行く路線っていうのものもですね利用していきたいんですけど、まだ未定ですね。どういうルートでニューヨークに行くかっていうのも未定です。多分利用するんじゃないかなと思っておりますけども、そちらもね随時決まったら発表していきたいと思います。で、ダイヤモンド修行ルートについてですね、基本的には海外発券のルートを検討しております。私自身ね、国内路線を何回も往復するっていうのもありかなと思うんですけども、何回もね、そんなに私の家がですね空港から近くないので、あんまり何回もね空港に行くっていうのがあんまり、なんていうんですかね、メリットが少ないと言いますか、たくさん飛行機に乗れるのはいいんですけど、ちょっとね行き帰りも大変ですので、できれば海外発券の、ルート、それで、1回でねプレミアムポイントをある程度稼げるルートをね利用できたらなと思っております。で、修行ルートをね探している方にもねぜひ参考になればなと思っておりますので、ご了承ください。で、できればニューヨークを経由できる路線、その他ね、いろんな国、いろんな空港等々に行けて、ラウンジなんかもね紹介できたらいいなと思っておりますし、空港の感じとかねも紹介できたらなと思っております。で、ダイヤモンド修行費用についてです。できればねこちらぐらいの金額で終わらしたいなと思ってるんですけども、いろんなルートとか、いろんなクラスありますよね。エコノミークラス、プレミアムエコノミー、ビジネスクラスとありますけども、どのクラスをね利用するかで、値段は変わってくると思いますので、で、機内の様子もね、
紹介していきたいなと思ってますので、まあ、ビジネスクラスに入れられればビジネスクラスがいいなとも思っておりますし、まあ、費用が抑えられるという面ではエコノミークラスも検討しております。で、最終的にですね、私は、リクマイラーでねマイルを貯めておりますので、まあ、ANA マイル、スカイコインという手もね今検討中です。まあ、こちらね第2弾第3弾等々でね検討していきたいなと思っている次第でございます。で、第1弾のルートです。今回はターキッシュエアラインを利用した、ジャカルタイスタンブール経由のニューヨークです。こちら海外発券ですので、こちら日本からねジャカルタまで、行ってそこからスタートっていう感じですね。で、今回ジャカルタまでと、ジャカルタイスタンブール、これ往復なんですけども、行って帰ってきて最終的にまたジャカルタに戻ってきますんで、こちらでですね行き帰りは、日本への往復は ANA のね特典航空券でも席を押さえております。ですので、まあ、そこで、3万5000マイルかなを利用して、こちらエコノミークラスを抑えているという感じですね。で、第1弾の獲得プレーンポイントと単価です。航空会社はターキッシュエアライン、搭乗クラスはビジネス J クラス、100% 搭乗ポイント400ポイント付与ということで、クラスが、J クラスということで、100% で、ね、400ポイントの搭乗ポイントがもらえるクラスとなっております。で、費用が、まあ、2381ドルということなんで、まあ、25万5000円ぐらいですかね。ちょっと、もたもたしてたらですね1万5000円ぐらいですね上がっちゃったんですよね。失敗しましたね。即決すればよかったんですけども、また日程をね組み直したりとか考えてたらですねちょっと上がっちゃったんですね。それまでは 1PP が9ぐらいだったんですけども、まあもうしょうがないかということでこのルートでね、決断しましたけども、まあ一応ビジネスクラスですので、まあ10ポイント、PP 単価はですね10.9 円ということで、まあ、この PP 単価っていうのは一応説明しておきますけども、プレミアムポイントのですね1ポイントの購入の価格というもので、基本的にこれが10切ればいいんじゃないか、まあ、8切ったらすごい優秀みたいな感じなんですけども、まあ、10.9 なんで、まあ、どんまいみたいな感じですかね、まあ、ビジネスクラスだからいいかなみたいな感じですかね。いかがだったでしょうか。今回はですね、私チャックバスが7月からね、ANA ダイヤモンド修行を行うという宣言動画でございました。まあね、これから、7月からですね完全に YouTube コミットしていきますので、飛行機レビュー、等々もねやっていきたいと思っておりますので、楽しみにしていただけたらなと思います。今回の動画は、面白かった、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。もしね、ダイヤモンド修行、ルートでね、こういうのがいいのがありますよっていうのがありましたら、ぜひ教えていただけたらなと思います。で、私、ツイッターもやっておりますので、概要欄にリンク貼っております。もしよかったら、フォローとチェックしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。